好きなんだよ。何よ？そこ歩くの好きなんだよ。しゅんくんそこ好きなの。歩くの、そうやって歩くの好きなの。でもやだ。はい。さあ公園行くよ。急ぐよ。前だよ。うん。ダメ、喧嘩しないでよ。見て。おやつを食べてます、孫4人が。あ、まだ？また最後の人すごく来たんか。ダメちゃん！ダメちゃん。オッケー。ほら。1号5歳2号4歳3号2歳半。ママちゃんも2歳。これは2歳になったばかり。4号。すごいですよね。我が家の孫4人です。一番食欲旺盛なのが4号。4号。一番わがままなのが3号。わがままなのは2号もわがままかな。ママは2号は喧嘩っ早い。ママは何号？ママは0号。じゃあサニーライ君のお父さん。1号は賢い。1号は賢いよ。賢いって偉いの？さすが1号だってことだな。2号はこの喧嘩っ早いんだよ。喧嘩っ早いよ。おっちゃん飲みたいお茶。4号は食欲旺盛。あっかー、これでトールやりたかったやつ。マジャンちゃんがあがる。人のおやつと食べちゃダメだよ。これ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 。それお兄ちゃんじゃないの？お兄ちゃんに怒られるよ。お兄ちゃんいいの？ねえねえ、ほら食べてるよ。あ、半分こ？ねえ、ちょっとちょっと。やっぱり喧嘩になりました。シャックがちょっとわがままなんだ。さあ、結局はこういう修羅場になりました。今のはしゅんくんが悪いね。しゅんくんがお兄ちゃんの食べたってのを買ってるの。みんなに同じだけ分けてあげたのに。2号は人が泣いてると慰めに行く。自分はすぐ怒って泣くくせに、人が泣いてると慰めに行く。黙々と食べている4号です。